ちょ。こんにちは。はい。豊さん、はい。はい。ファイナルステージが始まりました。ああ、寒い中、ナイターで始まったけども、はい、ちょっとね、前回の動画で言ったことね、うん、ちょっとおさらいしたいと思うんだけども、はい。前回、どんな風な戦いになるかっていう、そうそうそう。豊のミーティングで話したことですよね。そうだね。で、はい、若手の二枚看板が来るだろうと、うん、初戦、二戦と。はい、でまあローテーション的にはこうなったよね、うん、で奥川が初めて投げる、はい、クライマックスシリーズ、まあ、当然ね、はい、それでどういうピッチングをするのか、うん、で打線の組み方はどうなのか、はい、で一番の問題はサンタナとオスナ、うんね、村上の下に置くのは誰なのか、うん、っていうことを話をした、はい、で巨人の方は攻撃野球に徹するのか、うん、それともスモールベースボールは継続していくのかという、スモールベースボールっていうのはもうノーガードの打ち合いじゃなくて、うん、どうやってしのぐか、はい、それをするのか、でもこれをやってるようじゃ俺は勝てないっていうふうには言ったはずなんだよね。はい、はい、それで今日のオーダーからちょっと見てみようかね。はい、はい、オーダー巨人とヤクルト、はい、で巨人の方は甲子園から帰ってきて、うん、大城をファーストで使うようにしたんだね、これね、はい、でウィーラーか中島がファーストを守ってたんだけど、まあ、レフトに、ウィーラーを持っていって大城をファーストに持っていったと、うん、はい、あとはそんな変わらない、まあ、若林がサードに入る、うん、岡本がいない、はい、でキャッチャー小林、やっぱり山口の時はね、ただやっぱこう打てないから、はい、だから8番9番っていうのはもう当てにならない、だから1番から7番までの攻撃になってくるよね巨人の方はね、うん、で一方ヤクルト、はい、ヤクルトはやっぱ不動っていう風な感じで村上の後をやっぱサンタナを上げてきた、うん、やっぱサンタナっていうのはその10月とかそういうのは非常に4割近い数字を残しているということで、はい、普通オスナが入ってたんだけどサンタナをそのままにして、うん、挑んだという、まあ、一戦になる、はい、ね、で舞台は神宮という、はい、こういったオーダーでいきましたが、まあはい、結果は、はい、で先発、はい、先発はね、奥川と山口だったね。はい。で、今季奥川が巨人に対して2勝0敗、うん、で防御率が 2.77、はい、で山口の方は3試合投げて勝敗なしなんだ、勝ち負けなし、うん、勝敗ついてない、はい、で防御率が 3.12 で、今日の奥川は CS 初登板、うん、はい、まあ、緊張感も非常に冷静に振る舞ってたという、うん、特に変化球のコントロールが抜群に良かった、だから入り球とかなんかふわっとしたカーブを簡単にストライクを取ってくるんだよね、うん、それが巨人のバッター陣には有効的だったし、はい、なんかこうそのボールだけすぐカウント取られるんでちょっと戸惑ってたかなという感じがするよね、うん、奥川投手にとってはこう常に有利なカウントで進められるということですね。もうだから大人みたいだって、顔は可愛い顔してさ、ね、やってることは大胆なことやってんだよね、はい、まあ、中村のリードもあったと思うんだけども、で一方山口、はい、で立ち上がりストレートはシュート回転してる、はい、でシュート回転してる上に変化球は高めに行ってしまうという、だから言えば最悪の状態なんだよ、はい、だからコースを狙っても真ん中に入る、うん、それを矯正するために変化球を投げたら高めに浮いてしまうという、ちょっと立ち上がり奥川と山口を比べた場合奥川は非常に冷静になってたんだけど山口の方がものすごい緊張感があったね、ちょっと神経質な感じで迎えたんでしょうかね。そうだね、まあ、そういう意味ではこう肩の力抜けて思いっきりできたんでしょうか奥川投手。いや奥川もやっぱ緊張はしてたと思うよ、はい、だけどなんかこう大きな舞台を踏んできてるだけのことはあるなっていうふうに感じさせてくれたよね今日特にね、はい、ということで、ゲームを追っていきたいと思うんだけども、はい、初回奥川3人で切る、まあ、非常に冷静だし、まあ、変化球もポンと落として若林三振取るとか、はい、まあ、非常に素晴らしい立ち上がりを見せてくれた、うん、初回裏ヤクルトの攻撃、まあ、シュート回転って言ったね山口、うん、その塩見をシュート回転したストレートをど真ん中のボールを左中間にツーベースを打った、はい、でノーアウト2塁、うん、で青木が進塁打を打ったんだよね、はい、でワンアウトサードになった、そしたら巨人はどうしたかというと、はい、初回から前進守備を引くんだよ、うん、ね、ということはやっぱもう1点差勝負になってくるという、1点もやりたくないという初回から、うん、はい、これレギュラーシーズンではそういうことはしないと思うんだけど、はい、やっぱりこうヤクルトが投手陣もいい、うちはあんまり点が取れないんじゃないか奥川に対してっていうもう意思表示なんだよね、うん、
うん、それで前進守備を引く、はい、で山田がフォアボール、うん、ワンアウト1・3塁、うん、ショートフライで先制って書いてあるけど、うん、こういうことが起きるんだよね、はい、パーンと打球がここに飛ぶ、はい、で1・3塁だから、うん、ゲッツー体制だったんで坂本がね、はい、ウィーラーと坂本の間にフライが上がる、うん、で坂本は後ろ向きに取りに行く、うん、ウィーラーは前向きに取りに来る、はい、どっちが取ったら塩見はタッチアップしない？ウィーラーですよね。そうだよね、はい、前向きに勢いを持ってきた方がいいよね、はい、そのまま投げられる、そうだよね、はい、で俺はウィーラーが無理したら取れたんじゃないかと思うんだよね、うんうん、でも坂本はやっぱウィーラーの守備をかばって自分が取りに行ってしまうんだよ、うん、はい、それを見た塩見がこのサードコーチャーの福地っていうコーチャーがいるんだけど、はい、体勢が悪かったらいけよっていう話をしてるわけよね、うん、だからそのぐらい高く上がってたから、うん、だからウィーラーが取れたんじゃないかと思うんだけど、はい、でも体重移動はレフト方向に行ってる坂本が取ると絶対投げれないんだよね、はい、強いボールが、そうですよね、そしたら若林がどこにいたかって言ったら若林がトンチンカンのところにいるんだよねこれカット前に入らなきゃいけないのに、はい、ホームにつなぐ、はい、本当はこういう位置に入ってこなきゃいけないのに、はい、若林がここにいるために塩見がホームに生還できたっていうことになったと思うんだよ、はい、だからここら辺の体勢もやっぱりいろんなポジションをやるからちょっとわからなくなってるよね。今こう専門的な動きっていう風なことがちょっと欠けてくる、うん、欠けてる、うん、ということで先制点を取られたんだよ、うんね、それで、はい、その点を取られた初球サンタナがスライダー、はい、うん、高めに浮いたスライダーをツーランホームラン打って、うん、もうあっという間の3点だったよ。小さなほころびが大きなほころびになった。ちょっとそうです、ほころびではなくなってきますよね。そう、はい、で1点もやりたくない前進守備をしてるのに、ね、うん、3点取られちゃったという、はい、もうこっからだよね。またこれが初回というのがまた、そうそう、試合の流れがいっぺんにここでこれでスモールベースボールができなくなったんだよ。で3回に吉川が初めて出塁するんだよね、うん、ノーアウトで、はい、その後見事だったのがさ、うん、小林3球三振、山口3球三振、松原4球三振、はい、全部3球三振で取るという3人10球ですか。そうそう、はい、全員三振で取るというね、うん、で4回はこれヤクルトの攻撃の守りなんだけど、はい、巨人が、うん、で西浦を迎えた時に2アウト1・3塁だったんだよね、はい、この時に、うん、で普通は1・3塁満塁にして次はピッチャー奥川なんだけど、うん、申告敬遠するんだよね西浦を、うん、でわざわざ満塁にして奥川と勝負、はいはい、これも分かるけどもうそのぐらいしのがなきゃいけなくなってんだよね。だから非常に今日見てると苦しい展開だったと思うよね。うん、で5回ちょっと勝負どころが来るんだけども、はい、先頭バッターウィーラーがヒットで吉川もヒット、うん、一三塁で小林山口って続くんだけど、はい、やっぱそこはどうしても代打がいる、うん、で亀井八百板って言ったんだけどさ、はい、亀井が初球をレフトフライ、うん、八百板が見逃し三振、うん、もう八百板の三振なんてあれは誰が立っても打てないよあそこを取られたらっていうぐらいの厳しいボールを投げれてた。これは奥川投手が素晴らしかったということでしょうか。いやもう素晴らしかったな、うん、で7回のダメ押し点、はい、ダメ押し点、うん、に行くけども、まあ、西浦が三塁線を抜いたような形なんだけど、はい、あれはね若林がねやっぱ体で止めれるでもちょっと逃げながら取ったから後ろに抜けてヒットにはなったけど、うん、まあツーベースになっちゃった。でこの時奥川がノースリーまでボールをバントしないんだよ、うん、冷静に引くんだよ、はい、でノースリーにしといてノースリーからバントした。これノースリーから1球待ってもいいんじゃないかと思う人もいるかもわかんないけど、はい、奥川があそこで塁に出る方がリスクなんだよね、うん、この気温の時に、うん、だからもう送ってランナーサードにした。ワンアウトランナーサード、はい、で塩見がツーベースを打ってダメ押しを取ったんだけども、はい、やっぱり今日の試合は、うん、もうこの3点がショートフライで点を取られたっていうのがまずやっぱこうショックだよね。やっぱ前進守備をしてポップフライであやったって前進守備が効いたって思ってるのにもかかわらず1点やってしまったという、はい、そこからのツーラン、はい、ここで前進守備を引く巨人スモールベースボールをやりたかったのにこれ3点でできなくなってしまったという、うん、まあ、そのことにより完封されたという、うん、
で奥が98球でプロ初完封だからね、このクライマックスシリーズで、はい、もう球数ももう100球いかないんだから、っていうことなしですよね。そうで巨人は先頭打者4回出塁も完封負けするという、これはやっぱりこの初回の3点が効いてるよね、はい、うん、まあ初回の3点で巨人のやりたかったことができなくなり、この試合の流れが決まってしまったというようなことですかね。主導権はもうヤクルトがずっと握ったという、うん、そして明日高橋奎二と菅野、はい、菅野が中4日、はい、うん、これがどうなるかなと思うよね、うん、まあ、この試合が続くというところで、うん、全体の流れ、1試合の流れっていうよりもそのクライマックスシリーズファイナルステージでの流れっていうのもできてきてしまうものでしょうか、うん、まあできてくるよね、うん、ということは何としてでも巨人はこの流れを切って、うん、次は切り返してやりたいところでしょうか、まあそうだね、ただ菅野でさ仮に切れたとしても、うん、やっぱもうヤクルトは2勝してる状態だからね、うん、それと今日のこうやっぱり野球を見てるとヤクルトが圧倒してたね。もうこのちょっと試合が空いたのとかっていうのは全くだからそこが心配だった、はい、そこが心配だったんだけど、うん、やっぱりあの塩見の、うん、やっぱその一番バッター今年定着したね、うん、その最初の二塁打っていうのはすごく大きかったし勇気づけられたと思うよ、うん、立ち上がり山口が仮にゼロに抑えてたら、はい、この試合は本当に分からなかったけども、うん、だからこの3点を取れた先取点の取り方も、うん、ね、ポップフライで1点を取れたという塩見の判断、サードコーチャーの福地の助言、はい、ね、そういうことがやっぱりこう主導権を握る形になったかな、うん、だからこれがちょっとそれ取って、まあこういうことになったけどね、こういう風な守備位置がウィーラーになってレフトが亀井だったら俺レフト亀井が取って、うん、塩見はタッチアップなかったんで先取点なかったと思うんだよね、うん、でもこのポップフライで先取点を取ったからサンタナのホームランが生まれたと思うんだよね、うん、やっぱねもう一瞬の出来事だったもん。これはあっていう隙を突かれて塩見がホームインをする。次の初球なんていうのは山田も走ってるしさ、うん、サンタナを初球から打つあっという間の3点だったから、だからこういうこう守備位置、はい、守備位置がやっぱりいろいろ変わるとやっぱりいろんなところでちょっとしたこう専門的な動きじゃなくて弊害が出てくるなっていうのはねすごく感じたな。ちょっと一歩踏み込んだプレーになるとちょっと対応が厳しい時があるということですかね、まあ、そうだね、うん、だからヤクルトの非常に素晴らしい野球というか、うん、隙のない野球がね今日はできたけども、うん、まあ巨人もね阪神に対して苦手なピッチャーを攻略してきてるわけだから、うん、そうですね、まあ、高橋と青柳というね、はい、2人の苦手な投手をこう打ち崩してきてるわけだから、うん、なんとかこうスモールベースボールをやろうとしてるわけだから、うん、それに持ち込めるようにね、うん、頑張ってほしいと思います、ね、はい、まあ、ヤクルトはまず1勝、ね、見事な完封劇でした。はい。